それでは問いさん言ってみましょう。さつきさんはインドにおける携帯電話の普及状況について調べ、資料8と資料9を得た。資料8中の I お及び資料9中の A、B はいずれもそれぞれが都市部か農村部のいずれかを示していると。ちょっと資料8、9を確認してみると、こういうグラフになってるわけね。 この資料8っていうのはインドにおける都市部と農村部の携帯電話の普及率2007年から2011年でどう変わりましたかとそして資料9っていうのはインドにおける都市部と農村部の携帯電話契約数と携帯電話の契約年間増加率となのでここに書いている通おりこの棒グラフが契約数になっていてそしてこの折れ線グラフっていうのが契約の年間の 増加率になっているわけすそして、このそれぞれ資料8、資料9において、I、A、B というのが農村部、都市部、農村部、都市部のどちらかを表していますよと。そして、問題で聞かれていることっていうのは、これらに関するさつきさんと先生の会話文中の空欄、X、Y に当てはまる記号の組み合わせとして、最も適切なものを選びなさいと。ここを埋めてあげるわけね。読んでいきましょう。先生。 インドでは人口の7割近くが農村部に居住しています農村部に住む人口の1割が1日17ルピー約24円以下の生活をしているようです街角で飲むチャイ紅茶1杯が10ルピーと言われていますから携帯電話の普及率にも都市部と農村部には大きな格差があるでしょうね ちょっとここにヒントが出てきます。携帯電話の普及率にも都市部と農村部で大きな格差、差があるでしょうねと先生は言ってるわけね。そしたらさつきさん。そうすると資料8で農村部を示すグラフは x と考えられますねと。ここから考えられる流れっていうのは農村部の人と都市部の人やったら 都市部の人がやっぱりお金を持っているってことやね。そしてお金を持っているから、携帯電話も先に早くたくさん普及しているやろと。そうやって考えると、さつきさんは資料8でどっちが都市部、どっちが農村部かって考えたかっていうと、明らかに普及率が高い、こっちが都市部でしょうと。そしてこっちが農村部でしょうと。そういうふうに考えられるわけね。なので、このダイヤの部分、 A が都市部で、そしてこの四角の部分 E が農村になります。なので、えこの x は農村部を示すグラフはと言っているので、こっちらの方は E になるわけね。ここは E が入りますよと。え続きを見ていきましょう。先生。 そうですね。2011年には携帯電話の契約数は国内全体では8億件を超え 72.、72.2%の普及率となったというけれども、農村部での普及率の向上が今後の課題とされています。さつきさん。だから農村部の契約年間増加率の伸びが目立っていたのですね。資料9で農村部を示すのは Y ですと。けれども近年では増加率の 伸びがそれほど目立たなくなくっています。今後都市部と農村部の普及の格差を埋めようとすると課題がありそうですねと言ってるわけねそしてここでもいくつかヒントが出てきました農村部の契約年間増加率の伸びが目立っていたとけれども近年では増加率の伸びがそれほど目立たなくなっているこういうグラフの動きをしている増加率の動きをしているのが農村部の増加率の変化になりますよと なので、伸びが目立っていた方で、ただし最近は伸び悩んでいるって言ったら、こっちはね、クッと、こっちが増加率になっていて、増加率の数字が高いのは、この三角、黒三角の方なので、この A の年間契約増加率っていうのが、農村部になるでしょうと。そして、こっちの B が都市部になるでしょうと。こういうふうに読み取ることができます。なので、ここでは、 資料9で農村部を示しているのは農村部を示しているのは A の方やねなのでここは A になりますとそしたら求める答えっていうのは EA の組み合わせになっているこの3番になるわけですちょっとこの内容をまとめておくと 農村部と都市部。やっぱり都市部の方が所得。お金をたくさん持っている人が多いので、携帯電話の普及率は都市部の方が高いです。ただし農村部での普及っていうのは最近高かったけれども、だん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 その差が縮まってきた。伸びが悪くなってきて、それが課題になりますねと言ってるわけね。